ます。ちょっとお茶を取ります。お茶を取るよ、お茶を取る。よいしょ。こんにちは。失礼します。飲みます。うん、おいしい。おいしい。うん、お疲れ様です。皆さんこんばんは。なんかコンビニで売っててプロテインだと分からずに脂肪ゼロのココア味を買ったんですけど、でもおいしいです。なんか運動した後に飲むといいらしいんで、さっきバリバリ私運動してたんでいいですね。ココアです。なんか美味しいってか、うん、体に良さそう、体に良さそうな味っていうよりかはなんかあんまあんまじゃなくていい感じです。これは美味しい。運動の後に飲みました。はい、皆さん今日もちょっと30分ぐらいで終わるんですけど、元気ですか皆さん。9時前ぐらいに終わりますね。元気ですか皆さん。美味しくはないんやな。いや、おい、めちゃくちゃ美味しいっていう感じではない、申し訳ないけど。でも私ココアがめっちゃ好きなの。これココア味なんですけど、甘いココアが好きなんですよ。だから多分苦手なんだと思う。甘いココアが苦手だから。ピョン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 。はい、皆さん元気を開けてほしい。頑張れ。ちゃんと睡眠は取れましたか。昨日ですね、ちゃんと取りました。昨日めっちゃ、もう久しぶりにあんなに寝たって感じで寝ました。なんか最近全然寝れてなくて、なぜか睡眠は取れなくて、でも昨日めちゃくちゃ寝れて、はい。でも明日もね、早いので、私あの全悪がめちゃくちゃ早くて、私集合が SKE 全員なのでですね、私あのその集合が早いので、あの今日は早めに終わって早めに寝ます。最近は何時間寝たの？最近は1時間も寝れなくて、なんか体がなんかおかしいんかわからないんですけども、なんか昨日はやっと8時間ぐらい寝ました。8時間も寝てないよ。もうちょっと寝たかな。どれぐらい寝たっけ、覚えてないけど寝た気がします。8時間も寝てない。日曜日の握手会が楽しみだ。あー楽しみ。私も明日全枠で、誰とだっけ、ミオと多分チカ子さんとかな、一緒なので楽しみでございます。皆さんぜひいろいろお話ししましょう。あの聞きたいことあったら、まあ、すぐにねできる感じのやつじゃない気がするので、すぐに、なんか長い時間ね寝れない、あの長い時間じゃないと思うね。
ネガイちゃんはブリーチしないんだ。ブリーチってあれですか、髪の毛染めるやつですか。できないんですね、髪の毛のブリーチが。あのしたいです、染まれるもんなら一度は染めてみたいんです。でもですね、皆さん聞いてください、私はまだ高校2年生なんです。2年生ということはまだ染めちゃいけないんです、 SK48 的に。そうなんです、そういうルールが一応存在するので、高3になって高校卒業したらもしかしたら染める可能性があるという。最近よくて3時間くらいかな。頑張れ、ちゃんと寝てるみんな。寝れないとしんどいですよね。わかるわかる。SK 卒業しなくても染めれますよ。はい、SK 卒業しなくても高校3年生を卒業したら染めれます。あの運営の方からオケ丸いいよって言われたらいけますよ。まあファンの方がいいかはどうかちょっと分かんないんですけど染めれますよ。そんな SK 卒業したら染めれるよって言ったら、 SK 卒業 してなくても染めてる人いっぱいいるじゃないですか。ご冗談を。朝からずっと寝てたよ、さっき起きました。あ、いいな、寝てたい私も。いつかは染めるの。いつかはね、やっぱ女の子の夢なんよ。一度は染めてみたい。あと茶髪にした方が髪の毛が重く見えないし、ヘアアレンジの幅が広がるから楽しいんですよ、やっぱり女の子としてね。ムルハタさんとかぐらいまでの色はできないです私。そこまでの色をしてなくて、なんかやってみたいな、普通の茶色とか茶髪赤茶とかぐらいしかやってみたいなと思うものがなくて、さすがに赤とかはしないと思いますね。赤とか青とか金とかにはできないかな。ほんだね、女の子はやっぱり一度は髪染めたいと思いますよ。染めたいけど我慢してる人もいますしね、多分楽しいんですよ。あの垢抜けて見えるからね、ヘアアレンジしたら。やっぱり例えば髪の毛にここで三つ編みをするとするじゃないですか。三つ編みもしたらなんかあんまり見えないんで、その三つ編みがチャームポ、この髪の毛の注目ポイントは三つ編みなのに、黒髪でちょっと毛量が多いと見えないんですよ。しかしここの多さが目立って三つ編みに目がいかないんです。でも茶髪にすると少し、まあ毛量は同じでも少なめに見えるっていうか、なんかふわっと見える。あとは三つ編みが、例えば三つ編みがめちゃくちゃ綺麗に見えるやつとかがあるから、私はやってみたい。はい、普段はネイルしますか。ネイルね、できないんだ。これもそうなんですよ、あの高校3年生卒業しないと髪染めもダメだし、ネイルも基本ダメなんですよ。そうなので、したことない。目が痛い、目が痛い。他に高校卒業したら何したいですか。他に高校卒業したら何したいですか。別にないですね。別にないですね。プライベートでもネイルできないんだ。いや、プライベートでもネイルしてもいいと思うんですけど、私的にはプライベートでネイルはいいと思うんですよ。でもなんか剥がすのが惜しくなりません、次の日とかに。こう公園とかがあるとやっぱり剥がさないといけないじゃないですか。だからあの剥がすのが惜しくなるんで、私はもうやらない。巻き髪はね、そう、昇格したらできるんですよ。髪型をがもう研究生は決まってて、研究生が巻き髪はあの研究生はもうポニーテ壁写真ってやるんじゃないですか。プロフィール写真が、まあ、例えばポニーテールだったらポニーテールでいなきゃいけないんですよ、あの公園とか仕事の場合ね。
だからそのまま髪の毛のままじゃ ないといけないし、巻き髪とかもしちゃダメで、昇格したら毎回の公演、好きな仕事とかの時に毎回こう髪の毛を変えるっていうやつがあるんですよ。まあ決まりですね。あと衣装もね、ねえ、正規メンバーさんの方が豪華なことがあります。そう、覚えてもらわないといけないから、多分研究生さんは髪の毛があれなんだと思います。変えないようにしてるんですよね。そうだった気がする。私初期の頃めっちゃバンバン変えてたんですよ。なんかそれが自分の意思で変えたんじゃなくて、なんかもうポニーテールにしたら、やっぱりなんて言うんですか、重いみたいな、髪の毛が重くて結べないとか、なんかまずなんかやばくないみたいな感じになって、毎回その時も声多かったから毎回結ぶの大変じゃないみたいな議論なんかになって、なんか毎回変わってたんですよ。あんなに多分変わってる研究生は私だけじゃないかなって思うぐらい髪型が変わってました。じゃあまた明日、またね、またね、明日会おうね。そう、公式で変更されてました。なんかもう、もうこれやばくないみたいな、やめとこうってなって変えられることが多かった、あの時は。っていうね、皆さんが多分知らない方も多いルールがあるんですよね。そうなんですよ。イエーイ。メガイちゃんはですね、全然大丈夫ですよ。風邪ひいてないと思います。鼻声なんかな、これは。早い。もう42分。早いなぁ、時が過ぎるのは。ね、さあ、私をつぶやいてくれてるファンの方はいるのかな、少女。あ、いるいるいる。ありがとうございます。願いの顔、今のがいいよね。前髪作ってた時は目立たなかった。そうなんですよね。そう、前髪作ってた時はまず顔を意識してなかった。前髪ばっかり意識したんで、が多分今の方が絶対いいと思います。うん、スキップしたくなる。お茶飲んでもいいですか？お茶、失礼しますね。喉乾いちゃった。じゃあ失礼しました。ポニーテールとツインテールどっちが好きですか？ポニーテールが好きです。特茶ですか？いいえ、ウーロン茶です。今日は特茶高いもん毎日買えないよ、あんまり。
まあね、皆さん元気そうで何よりです。私は今日も早めに寝ます。明日は朝早いですし、しくしく、明日は朝早いからちゃんと寝ないとフラフラになってしまうわ。特徴って高い。そうなんですよ。握手会でうまくお話できない人に助言を。うまく、それ多分緊張してるか、なんか言葉に迷ってるんだよね。普通にうまくお話できない人だから大丈夫です。私だったら多分、私はいけますよ。あ、この人喋るのは多分苦手だなとか、あ、緊張してくれてるのかなっていうのを表情で察することがこの仕事になって分かるようになってきたので、なのでなんか分かるっていうか、なんか分かるんですよ。なんか分かるようになったので、全然私の場合は気にしなくて全然大丈夫です。そんな感じの方かなと思ったら普通に私が話を振ります。うん、大丈夫ですよ。もうてか緊張して、まあ緊張しないでよ、大丈夫だよって言っても緊張するんだと、すると思うんですよ。私もそうです。なので普通に私が話を振るので心配無用です。メガちゃんの握手は安心安全で、それな、安心安全ですよ。でもやっぱりあれよね、失礼なことは言っちゃいけんよね、やっぱりね。それはわかる。それはあかんよ。メガちゃんだからってどんな話もしていいやと思って、メガちゃんってブサイクだよねとか、メガちゃんって太ってるよねとか、ちょっとデリカシーのないことを言っちゃうと、私もちょっとはいってなっても怒りはせんけど、あんまりそれ私やったからよかったけど他の子に言っちゃいけんよとは言いますけど、それが安心じゃない、安全。普通に大丈夫。そんなこと言う人いないと思うけど、まあおったけど昔。だから大丈夫だと思います。私の場合はもう基本ニコニコなんで。なんか最近足の裏が痛くて、何なんでしょうね、この足の裏だけ痛いんですよ。たまに痛くなる。ペラペラ喋る男子ってどう思いますか？ペラペラ喋る男性の方ですか？別に私は楽しい。全然逆に、こんなに楽しそうに喋ってくれるのめっちゃ嬉しいねんけど、私はあまり全然そんな風になっちゃいます、私は。だからって喋れない人とおしゃべりするのは楽しくないとか、そんなことじゃないから誤解しないでほしいですけど、喋る男性の方とか、嫌われないと思うよ別に。どう思いますか？いいと思います。確かに今日レッスンしてきたや。メガイちゃんお話ししたことあるけど握手したことはない。そうなんですか？来てみてね。確かに鼻詰まってるかも。ちゃんと寝ないと早く。お茶失礼しました。そうですね、まあ、そんな感じかな。もう49分じゃないですか。早くないですか？いてたたたたたた、あいた、あいたたたた、あいたた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 た、い、
みおよろ楽しかった、ありがとう。みおよろ楽しかったです。みおよろは普通に楽しかった。なんていうんですか、初期の頃、研究生の頃にやってた、うん、ですけど、研究生の頃にやってたんですけど、めちゃくちゃ、なんかその時は案外緊張してて、でもなんか今回はめっちゃ普通に、なんか普通の いつも通りのショールームって感じで気軽にできましたね。楽しかった。もうすぐラピュタが始まる。ラピュタ、ラピュタ、今日はですね、あの皆さん、私早めになるので、多分あのまだ寝ないけどおやすみなさいって書いて、あの早めにツイートして、あのお風呂入って寝てるので、皆さん、あのよろしくお願いします。ちょっとね、ちゃんと寝ないといけんよ。最近寝てなかったからやな。事務所からの配信だと雰囲気変わるよね。確かに変わると思います。確かに、確かに変わるかも。なんか背景が違うもんね。まず バルス、楽しかった、ありがとう。今来ました。お、こんにちは。 こんにちはじゃない、こんばんは。休憩終わった、仕事にも寝ます。お疲れ様でした。頑張れー、頑張れー。ちゃんとちゃんと適度に息抜きを、倒れるんじゃないよ、みんな。いけんよ、もう50分か。今日めっちゃなんか連絡来るんやけど、どうしたどうした。明日物販とか何かに参加しますか。どうだろう、参加するかな。参加できたらしたいけど、もしかしたらできない場合もあります。はい、もしかしたら。もしかしたらできない可能性もありますが、あれですね、できるようにしますね、頑張って。いやー、どうだろうな、時間とその場の状況よね。明日優しくしてね。いつも優しいじゃないか。ひどいこと言わない人な限り私は優しいですよ。これちょっと人に言っちゃいけないんじゃないとか、これちょっと何も考えず、ちょっと無神経に喋ってるのかなって思う以外、あの大丈夫です。はい、あと何て言うんですか、あの冗談交じりでも、それ絶対言ったらあかんからだっていうことはありますけど、それはただの、あの冗談なので、あのはい、全然大丈夫ですけど、ガチの、え、これあかんのじゃない、普通は、うーんっていうこと言ったりしない限り、私は皆さんに全然優しいです。全然、皆さん怖がらないで、怖がらないで。たまにね、シャキッとしなさいとねそれは普通の笑いの怒られるって感じじゃないですか。もうシャキッとしなさいって感じで、これ怒ってないじゃないですか。もうなんでそんなことばっかり言うのっていうのも怒ってませんけど、私がちょっとはいって思った時は、ちょっと一つ声のトーンが落ちる場合があるので、まあ頑張って落ちないようにしてるんですけど。いじられキャラではなさそうだわ確かに、確かに、ってか、うーん、どうなんだろう。
いじってもいい人といじっちゃいけない人っているじゃないですか。それを読み取りますね。読み取ります。難しいよね。私もなんかいじられキャラやってるけど、なんかそれのさ、勝手な、なんか、なんか勝手になんかこの子は公園でもいっぱいいじられてるからいじってもいいやって言って、こうちょっといじりすぎちゃうっていうのもありますもんね、人。うん、難しいよねそこ。私もどうしよう、このキャラはどうしたらいいんだろうって最近悩んでます。最近悩んでるんですよ。どうしよう、これいじられキャラやからいいなって思ってくれてるんやろなと思って、ちょっとどう言おうかなみたいな、ちょっと悩むところよねそこら辺は最近の。まあね、めったにそんな人いないから、深井家優しいので。もうすごい雨が降ったり止んだりしてません、名古屋。すごい雨が降ったり止んだりしてるので、すごく私は外に出るときに傘を持っていくか持っていかないか迷うんですよね。まあ、折りたたみ傘をよく持ってってるのでいいんですけど、やっぱり荷物になるじゃないですか。本当にどうして止んだと思ったら降るんですか。あ、もうこれは降ってるなと思ったら止むんですか。どういうことなんですか。お天気気まぐれかい、君は。本当にもう嫌よね。洗濯が外に出せないんです。嫌だ本当に。蒸し暑いんですよ、しかももう嫌。じゃあもうギフトとかを読みましょうかね。それでは私は今からギフトを読みます。そして今携帯で調べてます、自分のやつを。はい、そして傘忘れる、そのパターンなんですよ。なんでなんだろうな、どうしてなんだろうな。じゃあギフト読んでいきます。ギフト、メガネ丸さんがアイス、なるさんがバラの花束、メガネ丸さんが欲しい、ちびだるまさんが欲しい、なおちゃんさんがハート、トラビシアさんが欲しい、鍋かずさんが、花束、メガネ丸さんが花束、しげさんが花束、しげさんが、クマ、タコ、鈴木さんが花束、豚さんと、タコとハートとクマとだるまさんです。ありがとうございます。はい、今日でネガちゃんの視聴力1000日になりました。おー、おめでとうございます。1000日ってすごいね。すごい、1000日って。じゃあ、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。逆に、ありがとうございます。お視聴力ありがとうございます。では20位からランキングを読んでいこうと思います。20位ピカードさん、19位スロースターターズさん、18位ナルネガさん、17位ミツくんさん、16位ホマリさん、15位レイさん、14位ナルさん、13位チビダルマスさん、12位なおちゃんさん、11位メガネ丸さん、10位クリリンさん、9位青次郎さん、8位もよもとさん、7位ともさん、6位ジュキニドンさん、5位 S さん、4位ハリュさん、3位トラビシアさん、2位鈴木さん、1位しげさんです。おめでとうございます。はい、私はあともうちょっとでもうこれで終わるんですけど、明日はね、全国握手会、次の日は個別握手会ということで、皆さんよければ会いに来てください。あとフラストレーションの握手会がまだ発売してるので、よければ皆さん少しでも会いに行きたいなと思った方は追加でもいいですし、お試しでよければ撮ってみてください。よろしくお願いします。
はい、ですね、また明日会いましょう。それでは私は今日はあのブログとも褒めを書いて早めにお休みツイートしてお風呂とかいろいろ入って準備をして寝たいと思います。それではあのブログ、ツイッター、インスタグラム、もまめなどなどやっているので皆さんよければ登録して見てください。それでは SK48 を日本一のアイドルすることが皆さんの願い、それが私の願いでもあります。はい、SK48 研究生、あ、研究生じゃない、え、どうした、私いつから研究生になった、ちょっと疲れてるのかな、今日ずっとダンスしてたからな、だからはい、SK48 ハッチキスのチーム E 深い願いでした。バイバーイ、ありがとうございました。どうしたんだろう今日、どうして研究生しちゃった、ありがとうございました、おやすみなさい、お疲れ様です。今から夜勤の方適度に頑張ってください、あのお力を抜いてください。そしてお仕事などなど終わった方はゆっくりお休みください。バイバイ、自分を褒めてあげてね、おやすみなさい。